はい、こんばんは。おはこんばんにちは、ケビンです。はい、ルイカツです。はい、今日なんですけど、 V リーグで起きたとんでもないプレーを、再現してみた。はい、何ですかそれは。はい、これはね、去年のシーズンですね、入れ替え戦で起きたえげつないプレーがあったんですよ。それは大分三好対ボレアスの試合で、ボレアスに所属している佐々木博明選手っていう方がいるんですよね。わかるよ、わかるよ。我ら福岡のね、そう、佐々木選手は、そうそう、はい、僕らの一個上で同じ福岡で、もう小学生の時からね戦ってきて、もうその時から規格外のスケールを持った選手だったんですけど、フィジカルがエグいもん、そう、もう持っとる能力がすごい選手なんですよ。でその選手がその試合中っすよにえげつないプレーをしたんですよ。でちょっとこれはね、言葉で説明するの難しいんで、概要欄にその動画を貼ってるんで、そこの5分20秒飛んでみてください。今からじゃあ見てもらえる、まずとりあえず一旦見てもらったら分かると思います、その5分20秒見たらえげつないプレーしてるんで、はい、じゃあそれを見てからこっち来た手で話しますね。はい、はい、でそのプレーを佐々木選手が試合中にしたんですけど、それを僕らも今日は再現していこうじゃないかっていう企画になっております。おすごいすごすぎ、はい、初めて見たよあんなプレーを。俺ちょっと笑ってしまったもんね。俺もその試合全然まだ見てなくて、後から見ようかなと思った試合を、古田さんがその時このプレー見てみたいな見たこの試合みたいに言われた時に何々何々って見たらもう爆笑してしまった。やばいね。で爆笑してしまったし、コメント欄見たら、コメント欄見てここで動画止めたら佐々木選手後ろにバックスイングしてるみたいなコメントがあってもうめちゃくちゃ笑ってしまったんですけど、ね、笑ったんやけど、そのプレーを多分実践にやったらえげつない難しいんじゃないってことで、いやーむずいやろ、今日はね再現できればいいかなっていうふうに思ってます。再現するだけじゃなくてさ、あれがいいんじゃない、飛距離を、飛距離ね、距離を何メートル後ろまで、その踏み込んでいけるか。まあそうやね。じゃあ威力は別に関係ない、威力は求めずに、オッケー、じゃあそういう感じでいきましょうか、はいはい、でもこれはね、結構危ないプレーなんで、体がまだね出来上がってない人とか、怪我持ちの人とかは絶対にやらないようにしてください。ワンチャン一発で腰やるんで、やる可能性ある、膝とかもね、前十字グッていっちゃう可能性あるんで、皆さんそこはね気をつけてもらって、はい、僕らもね実際に動きでこういうプレーだったんだよっていうのをまた説明していくんで、次の場合に行きましょう。お願いします。あー、いい部屋ないかな、いい部屋ないかな、お部屋探しを右肘で。はい、じゃあ実際に説明していきます。で、佐々木選手がやったプレーなんですけど、佐々木選手その時ライトにいてプレーしてたんですよ。でどうなったかっていうと、レフトの選手が打ったボールがブロックされて、すぐ跳ね返ってパンパンみたいなワンツーってこうつながったの、でそのボールが上がったボールがこの辺に上がったんですよ。試合中にバーンってもうトスっていうトスじゃなくて、で佐々木選手はブロックゴロでこの辺にいたんですけど、ボールがこの辺に上がったんで、それをこっから踏み切ってここでバックスイングしてます。こういう感じで、はいはいはい、こういうね、もうおかしいやつこの時点で、うん、でそれをこうやって打つっていう今回の企画なんですけど、それをやって多分ここで打つのも相当難しいんですよ、うんうん、でもそれができたらどん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 飛距離取っていって、どれぐらいの距離までそれが成功するのかっていうのをやっていきたいと思います。わかりました。とりあえずはここからやっていく感じで、僕は左利きなんでレフトパターンでやんないと多分再現できないと思うんで、僕はレフトでやって、ケビンはいつものこっちからやってもらう感じです。フルタトラトスだけね、フルタトラトスはじゃあ球出しでやってもらいましょう。はいはい、お願いします。お願いします。そうそう、だけどルールとしてはそう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 、もうそうそうそう、うん、だけど相手が例えばブロッカーがやべえ相手向こうに打ちようやんって思うぐらいのバックスイングをやればいいってこと。いやでもこっちの人そう思ったと思うよ、うん、なったと思うけど、それをやっていきましょう。はい、
や、きついぞこれ。えぐい？これえぐいぞ。もうちょっと寝込んでみた。うん、だけど多分ふんわりさ、スイングとか踏み込みしとってもダメなんじゃない？その反動使わないけんけ、回転の。いや、じゃあ2本目いきます。うん。じゃあ、3回ずつ終わりましょうか。あー、OKOKOK。 うん、記録あるけね。あー、惜しい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 。あー、惜しい惜しい惜しい。あんな感じだよ。え、むずい。いや、むずい。怖い。あ、怖い。危ない。なるほどね。パマオパタンジャイナ、パマオパナナ。はい。はいや。記録ゼロ。いや、むずいって。はい、じゃあ、すいません、すいません。泣きの一回お願いします。いや、いいよ、記録ゼロ。いやいや、泣きの一回お願いします。本当に一回です。本当、最後、これでダメなの。本当に、もう諦めるんで。皆さん、すいません、やらせてください、一回。いやー、これどうして俺やってたら、この辺ぐらいまでいける。やらせてもらえない。これ、やるって分かってできるのやばいよ。そういう、とっさにやっとんやけ。そう、行きます。うん。泣きの一回、行きます。あーさあ、ぶねー。全然できとうやん。お前、3回目までと全然踏み込み違ったぞ、今。ちょっと怖さを、なるほどね、捨てていきましたもん。なるほどね、うん、恐怖心に近づいてきました。恐怖心がなかったら確かに逃げとったかも。じゃあ3メートルラインクリア。 OK。 じゃあ次俺やらして。うん、やっていいよ。よし、小田君に変わっていきます。はい、はい、じゃあ僕行きたいと思います。はい、ちょっとどういう風になるか分かんないですけど、恐怖心がない方がいいってことだよね。うん、で思い切ったらいい。うん、膝壊れたらちょっとごめん。 OK。 じゃあ1本目ね。しょうもない企画で膝壊したらやめぞ。じゃあ1個1個ね。うん、1個1個。はい、頑張れ。うわぁ、キモすぎるんやけど。今、プロで見たら顔えぐいのだぞ。しかもさ、今すごかったよ。空中のもう上に行くぐらいまではまだ向こう見よったんや。そっからギュレオンって変えたっけ、こいつ。こういう初めてやるの全然できんのよ。もっとしないかに回らんと。そうそう、もっとさ、ちょっと習得していきたいよ。踏み込みで回らんと思っちゃう。あれ、やばい。あれは無理よ。2本目お願いします。あー、惜しい惜しい。第一関門突破が一番難しいかもしれない。うん、これミスったら俺リンクらしいね。そう、これミスったら俺リンクらしい。すごく悔しいな。いけるよ、いけるよ、いけるよ。いけそうだよ。よし。うわぁ、オッケーオッケーオッケー。セーフ。できたよ。じゃあ次は、次はさっきこの辺で踏み込んだけ、まあこの辺ぐらいだね。次だけ佐々木選手と同じぐらいね。うん、これ、うん、これは実際に多分、いや今のぐらいと思う試合は。あ、正直、ね、佐々木選手はこの辺で踏み込んでこういうとこ、今のぐらい試合。あ、今のぐらいね。まあでもとっさにやっとうのがバケモンなんで。そうやね、今のだけやるって決めてやる。そうそうそう。だけじゃあ次この辺のラインからいこうか。ここら辺に上げます。はい、
だけど、コートの半分ぐらい。了解。選手交代。うん。俺次回す。変わります。じゃあもう今からやるのは佐々木選手と同じかそれ以上ぐらいってことですね、もう。オッケー。5メートルぐらい。うん、5メートルぐらいか。オッケー。じゃあ1本目やっていきたいと思います。はい。はい、3本までです。3本まで。うん、もう次情けないっけ。情けないね。ごめん、うん、さっきはすいませんでした。はい、じゃあ。頑張る。お願いします。恐怖心をなくせよ、俺。パモーパタンジャイナ、パモーパナーナ。いきます、1本目。はい。ハハ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 ギリギリで行ったらもう体持っていかれるけどね。こう飛ぶけんさ。体こう行きようだけど、ボール行きたい。そうそうそう。着で、俺はボール見たいよ。でも体はこう行きたいから。もう倒れるしかないから。なるほどね。でも、その、なんていう、ちゃんとバックスイングできて、向こうにボールが行ったら成功やけんね。それもでも成功ってことやね。倒れてもいいけんね。うん。でも怖いなら、ってことよね。うん。しっかり下に入るってことよね。そうそうそう。オッケーオッケーオッケー。はい。これのコツを真面目に話しようのおかしい。パモパタンジャイナパモパナナ。試合で使わんけ。パモパタンジャイナパモパナナ。普通に返しとけよってなるけどなお前。パモパタンジャイナパモパナナ。大体の人は失敗するぞお前、試合でやったらお前。うん。じゃあ2本目いきます。はい。全然下入れてないやん。マジでもう記録厳しいな。記録ここで止まってしまう。今ぐらいのところでいいやって。うんうんうん。そう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 。マジか。もっと下に頑張って入る。今ちょっとゴール見ながらそれに合わせてしまうよ。やっぱ入れになったら最後のここやっぱ。うん。ここで行くしかない。そう。それぐらいのやっぱ強靭な肉体を持っとかないけんと思う。うん。次でもラストやけね。間違えた。オッケー。うわー、もう終わるこれ。意外に難しいか。今までで一番記録残ってるかもしれない。じゃあ行きます、ラスト3問目。はい。ああ、惜しい。距離的には行っとったけど、打つ方向やね。腰やった。綺麗しかも。うわー、今惜しかったないだろ。もう威力はあったよ。こうやね。うん、そう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 。うわー、すいません、皆さん。すいませんで、責任感じと。不可能でしょ、これ。この記録が果たしてすごいのかしょぼいのかわからん。わからんね。でもあの人はなんか悠々にとっさにやっとって考えたバケモンやで。よし、じゃあ、うん、とりあえずじゃあケビンは 3m あたりってことでいいっすか。ここら辺、うん、まあ無理にやりすぎても危ないけどね。危ない危ない。腰ガチでいくけどね。まあそうね、もう全然いくと思うんで。お願いします。じゃあもう1回成功して大体容量をつかんだんで、うん、あとはその距離を伸ばしていただきます。はい、お願いします。頑張ります。行け。じゃあ1本目。うわー、うわー、すげえすげえすげえ。今いけたいけた。ナイス、いいやん。そうですよ、これが正解やね。記録が今5m ぐらい。じゃあ佐々木選手5A、助かった。じゃああとはもうどこまで行くかよ。じゃあ次は、うん、半分まで行く。ここ。一気に行ったね。オッケーオッケー。だけどもう 7.5 から 8m ぐらい。オッケーオッケー。ここまで。だけどスタートはそこで走っていくしかない。同じ場所やもんね、スタートは。もうバカやもん。レッド逆方向。本当に今までこんなプレーをした選手がいただろうか。いたら絶対真似するなよ。いきます。はい。1本目。はい。
け。返しとけんね。よし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 まあできればドライブかけたいところではあるけどね。まあでも、うん、OK 大事。 OKOK、 okay, okay. そのドライブかけるのもねちょっと難しいよ。なんでかってさ、ボール逆回転でこうやって上がってきよけ、それをこうドライブかけるって難しいやん。難しいやん。しかもあの体勢でね、だけど OK にしよう。 OKOK、okay, okay. ナイスナイス。 7.5m 8m、 はい、すごいぞお前。次エンドラインやね。次エンドライン、はい、エンドラインもちなみにできたら殿堂入りって言われたっけ。オッケー、これできたらで、ここら辺で踏み込まないですか。ここで踏み込む伝説によってくれ。オッケー、よし、じゃあやっていきます。お願いします。はい、じゃあ 9m 最後の大一番やっていきたいと思います、はい、これ成功したらクリアということでやっていきたいと思います、はい、もう全力でとりあえずいきます。お願いします。はい、すごいなお前。よーし、楽勝。 You know、 いけたいけた。なんていう、いや楽勝ではない、ネットインよ。よね。下に入るとけ、いけと。そうそう、下入るともしっかり。そのやっぱいけてなかったら難しいと思う。うんうん、すごいすごいすごい。ナイスナイス。コツつかんだね。よし、じゃあもうこの緑やね。うん、まだ行く。電動入りしたのに。次じゃあどこまでいけるかやってみようか。本当にやるよ。いや、まあ気をつけてね、本当に。待って、カメラがもう捉えきれんかもしれない、後ろの。はい、9m 成功したんですけど、11m 行きたいと思います。はい、もう、俺成功した時、俺壁に行くけど。うわ、走るの大変やで。まあ壁に激突戦だけ気をつけて。もう、ここでレシーブシーンやつがもう一番意味不明。本当やね。準備できたんで行きます。はい、お願いします。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。はい、記録が、ケビンが3メーターで、ね、僕が9メートルでした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。よく頑張ってください。いやー、まあギリギリいけましたね。難しかったやろ。いや、もう怖かった。怖いね。完全に、うん、その、なんていう、怖さが勝つかもね、うん、怖さが受けたりとか、そう体痛めるんじゃねえかっていう恐怖があって、うん、まあそれに打ち勝ったかどうかって感じでしたね。俺は打ち負けて打ち勝ったから、ね、そう、はい、佐々木選手のフィジカルだからこそ、いや本当にできるっていうね、うんうん、まあだけど試合中やったらもちろんあんなプレーは絶対にできないと思うし、こういうね遊びとかで小学生とか中学生とかやっちゃうと本当に危ないんで、はい、僕らみたいに体ができてる大人とかがね、もしやるんだったらね、ゲーム感覚でやってください。しっかり安全も配慮してね、うん、そうそう、これだけ佐々木選手この動画アップされたら悔しくて、記録、うん、狙ってくると思う。9メートルやったろ、うん、11メートルとかやってくるんじゃないかな。まあワンチャンね、しかも試合中に彼らがやりかねないということで、うん、ボレアスのね佐々木選手、今後もね、はい、期待したいと思います。はい、応援したいと思います。はい、じゃあ今日の動画がね面白かったらぜひ高評価、コメント、チャンネル登録もねよろしくお願いします。お願いします。はい、せーの、ビギュー。